声聞こえる？お疲れっす。はい、楽しんでってください。行くよ。のんちゃん、ハト？どうしたの？頭に白い毛？どうしたの？のんちゃん、今何やってたの？目。やって、もう一回。何それ、のんちゃん。もう一回やって。のんちゃん、それ何？よく見えるよね、ハト。これやるとよく見えるの？のんちゃん。望遠鏡？うん、ハト見てたの？のんちゃん、今ハト見てる場合じゃないから。どうしたの？ハト？え、なに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 ？ほんとだ、白い毛が生えてるね。ニワトリかな？モヒカンだね。うん、行くよ。のんちゃん、望遠鏡やってる場合じゃないから。はい、みんなおはよう。あー、急展開すぎるよな。怒っちゃったのかな。ねえ。浅井さんもな、なんで急に追い出したりするんだろうね。浅井さんのバッグが荒れてたんじゃない？わかんない。でもちょっとひどいかなと思うけど、いきなり出てけばねえ、うん、おはようロビさん。おはよう。どこ行ったんだろう。花火ありがとう。花火ありがとう。急展開だよね。心当たりまで10分ぐらいだよ。10分ぐらい。でも俺の予想なんだけど、俺の予想は、満喫かどっかに泊まってると思う。それかリスナーさんの家か。いや、いいしの。あー、ありがとう。あ、延長チケットもう上限に達したか。無料アイテム大丈夫です。他の人に配ってあげてください。無料アイテム他の人にあげて。もういっぱいだって。おはよう、トムサブローさん。とりあえず話してみねえとな。どうするかじゃなくて。じゃあ引かれないようにね。大丈夫かどうかわかんないもん。おはよう大輔さん。お疲れ様です。アイテムありがとう。とりあえずこの辺にも石のいる可能性があるから見てね、よく。ないかな。充電してる可能性があるから。ちょっとね、なんで浅井さんがあんなことしたのかわかんないよね。リスナーにポンプ入れられて追い出したっつったけど、ちょっとかわいそうだよな。急に追い出したんだろう。あんなんね、心がね、やさぐれちゃうよね。小屋じゃ立つ。浅井さん近いよ、俺の家から。
いや、石野は後半切れたのよ、出てけって言われて。最初は普通に話してたよ。最初は普通に話してた。日頃の行い、いやーかわいそうだよ、ちょっと、うん、いきなり出てけは。だったら面倒をね、引き受けるっていうのが軽率な発言になるわけだから。ちゃんと聞いたら分かんないよ、こんなことされた、あんなことされたってあるかもしんないけど、うん、それはさすがにないでしょう。ちょっとかわいそうだよ、あれは。急すぎるからね。後半暴れてたね。後半暴れてた。すぐに出ていけっていうのはちょっとなぁとは思うけど、それはね、ショック受けるでしょ。そうそう、明日とかさ、ねえ、3日後とかだったら分かるけど、身寄りがないの分かってるわけじゃん。ちょっとかわいそうだよな。うん、もともとお金がなくて家賃払えなくて浅井さんの家に世話になってんのよ。で、なんか浅井さんに対して暴言吐いたりとかがあって出てけって言うならわかるじゃん。だからリスナーさんに言われたから出てけはちょっとなとは思うよ。仕事も手伝ってたわけだし母親に連絡も全然関係ないからね。うん、ちょっとひどすぎるよな。所持金も時間の問題だね。だってこんな雨降ってるたりとか、これから寒くなる時期に無理だよ。連絡ないっすね。てか連絡手段が DM しかないから、 LINE ダウンロードしといてくれって頼んでたんだよ。まあほら、それは別問題じゃん、ゆかりんさん。配信スタイルと今回の件は俺は別問題だと思ってる。俺は石野の配信スタイルに口出す気はないよ。それでアイテム上がるか上がらないかは彼の行いなわけだからさ。やけ起こさないといいね。それが心配だよね。そう、それでね、閲覧が下がったりアイテム飛ばなくなるのは彼のね行いだと思うけど、
いや俺に言わないでよ、俺別にそんなことしてないもん、うん、でも分かんないよ。でもね、その一度面倒を見るって言っていきなり出てけっていうのはそれは関係ないと思うけど。へし、ちょっと寒いね。うん、どこいんだろう、石の。まあ、はげてるけど。ほっとけないっつうかね、知り合いだかんな。目星は今ついた。ちょっと持ってて。こっちから映さないで。うん。田中さん、ご無沙汰します。どうぞ。来てないって。うん、ありがとう。どうしよう。いないって。参ったな。どこに行ったんだあいつ。おはよう。いや、どうしよう。心当たりある場所行ったけど、なかったわ。いなかった。あの荷物一種のじゃないもんな。多分寝カフェか満喫だと思うんだけど、荷物どうしたんだろうね。金は5万ぐらいあるらしいよ。だから泊まってるっぽいよね、どっかに。いや、荷物置いてるかなと思って今その前住んでた場所を聞いたんだけど、来てないって。そうそう、満喫にいたら教えてもらえないから。リスナー宅かな。リスナーさんの家だったら安心なんだけどね。ちょっとお散歩しようかな。のんちゃん散歩嫌い？場所は古いまま？ iPad は場所は古いまま。ああ、何？サーチしたんだ。じゃあ浅井さんの家の方にあるんだって。そういうこと？浅井さんの家の方に GPS が作動してるってこと？浅井さんの家から辿ってみっか。ちょっと歩くよ。いいよ。ね、運動しなさいよ。OK、うん、あの辺にあるってことね。できればさ、ルッシュさんさ、 LINE かなんかでその詳細教えてもらってもいいですか、僕に。どこ行ったんだろうあいつ。ああ、ルシさん、すいません。お手間おかけします。Google マップかなんかで、もしくは住所をお願いします。
いい子だから、ポンちゃん。足が痛いの？家帰る？野宿は、いや、全然あるでしょう。昨日ライトオン行ってリーバイス511のブラックデニム買った。そこ511でも8000円ぐらいから始まって、一番高いの1万3000円でした。見た感じ分かんなくて店員さんに聞いたら、埼玉に実家がある。いや、送ってないと思うよ。もう埼玉には帰らねえっつってたから、だから突っ張ってこういう生活してるわけじゃん。のんちゃん、じゃあ帰る？うん、うん、家でゆっくりいい子にしてる？うん、じゃあいい子にしてるんだよ。うん、途中までじゃあ一緒に帰ろう。もう12時間ぐらい経ってんのか。さすがに死にゃしねえと思うけど、一晩でねえ。3日ぐらい、浅井さんの家に住んで多分1週間経ってないぐらいかな。1週間ぐらいだと思う。探してくるわ、1時間ぐらい。うん、うん、いなかったら連絡待とう。うん、うん、すごいな、こんなことになるなんて。どうなんだろうね。いや、だから LINE ダウンロードしといてくれって言ったんだけど、お、カズさんいらっしゃい。いや、電話はね、繋がってないんだよね、俺と一緒の。まあ、リスナーさんの家にね、お世話になってたらいいんだけど。身長いくらぐらい ?151?53?153 か。いや、ラッキー、おはよう。うん、見た見た、さっき動画で。ワドに連絡してくれって。だから荷物を多分置かせてくれってことだったんだろうけど。DM、OK。ありがとう。中央公園の中は見てないね。でもね、多分、有田さんのところ頼るはずなんだよ。そっち側行くんなら。 DM これかな。これわかんねえな、ごめん。あの、住所送ってもらえないかな、ルシさん。住所送ってもらえないですか。なんか画像だとわかんないんで、住所がいいっすね。丈夫だから501の1万3000円でいいかと思って購入した。プロって書いてあるな、ストレッチが効いてるのが。ああ、なるほど、ストレッチ素材ダメっすね。うん、最近の501とか505も全部ストレッチ素材になっちゃってんすよ。止めてくれそうなリスナーさん、前はいたんだけどね。前はいた。まあなあ、へこんでないといいけど。
へこんでないといいけどな。あ、フォローありがとうございます。んー、どこだこれ。全然わかんねえな。住所が知りたい。ナイーブだよ、一種の。めちゃめちゃめちゃくちゃナイーブだよ。ライトオンの一番高いブラックデニム買ったんですけど、ね、値段じゃないんだよね、あの素材なんだよね。ストレッチ素材は中にナイロン入ってるから、そう、あーもういいわってなってさ、なって自暴自棄になってないといいけど。いや、外で生活する苦しさね、分からない人には分かんねえかんな、どんだけきついか。大声です。いや、東京広いんだよ。考えてないといいけどね。普通に俺の家来てくれればよかったのに、石のピンポン押して。住所が分かんねえな、これだと。そうだね、近くにいるんだろうけど。あれ違う、こっちじゃない、反対側だ。あ、じゃあ俺向こう行くわ。そしたら家に帰ってるんだよ。いい子にできる？寂しくない？大丈夫？のんちゃん一人でいい子にできる？鍵閉めちゃった。鍵閉めちゃったよ。いい子にするんだよ。おはよう。じゃあね、のんちゃん。あれ？荷物ちげえな。行ってきます。あ？なんだ、こんな路地入ったところにいんの？放送見てんのかな。あ、そうなんだ、ありがとう、335さん。なんで変なところにいんないしの。エルシスさんもういなくなっちゃった。あ、DM した？ありがとう。なんか変なところにいるぞ、あいつ。ん？ DM 来てない？ん？来た。これか。ありがとう。これを起動して。放送は全く問題ない。見えてる？見えてる？終了。検索。ありがとう。
ありがとう、ルシさん。今度旅行どこにいんだ。なんでこんなとこいんだ。囲いのふりして監視って何の話してんの。誰に対して言ってんの。ごまだれきなこさんは人の枠に来ていきなり失礼な発言しないでよ。よくわかんないよ俺も。なんでこんなところいいんだろう。Bラビットおはよう。こんなところ歩いたことねえぞ俺。これ住宅街だから違えんじゃねえかな。見えてる？感度良好。どこにいるんだ。石野さん、ジャグペカさんいらっしゃい。住宅街だね。ん？これこっちか。ん？おはよう、すみれさん。目がねよくずれんだよね。買った時から合ってないんだよね。フォローありがとうございます。この辺だな。荷物だけね。どんな荷物なんだろう。いや、ないぞ。うん？え、DM の場所ここで合ってんのか？連絡手段 DM しかないんだよ。え、携帯どこにあんだ？フォローありがとう。ないな。交差点。交差点の住所が知りたいんだけど、交差点がねえな。プラチナ親にプレゼントしようと思います。おお、すごいね。俺にも花火ちょうだい。ねえな。
親にプラチナあげんだ、親孝行。プライドがめちゃめちゃ高い。知ってるよ、不器用な男だよ。いや、いないな。あれ、公園がある。公園がある。ここか。公園いるかな。いないな。いないね。いねえなあ。どこだろう。いないね。あっさり見つかるといいんだけどね。いないんだよ。まあわかんねえよな。いくらネットが発達してるっつっても、いないな、ここには。昨日雨降ったね。どこの交差点なんだろう、これ。なんかリスナーさんから送られてきたのがね、分かりづらいんだよね。どこだ。ちょ、ぐるぐる探すわ、この辺。トンネル？野宿はないと俺も思ってるけど、荷物の量が多いから。でもね、和道さんと連絡取ってくださいよって言ってたから電話で。知らなかったからさ、全く。荷物見当たんないね。だからリスナーさんの家に泊めてもらってるんだったらいいんだけど。あれ？ちょっと映像切るよ。ここか。ああ。ああ、違うか。ちょっとごめんね、映像切るね。だんだん分かってきた。あー、なるほど、そういうことか。いや、簡単に言うと、いや違う、あのリスナーさんが GPS 出してくれてるところが浅井さんの家なんだよ。浅井さんの家だから荷物が移動 してない。多分荷物は発見できてないんだけど。タバコ吸いたいな。そう、要は浅井さんの家から iPad が移動してない。うん、ようやく意味が分かった。で、浅井さんの家の目の前なんだわ。そういうことか。体一丁で出たんだよ。そう、では多分なんだけど iPad 浅井さんの家の周辺にあるんだと思う。
はじめまして。そう、石野が家出しちゃったの。家出っつうか追い出されちゃったんだよね。なるほど。物はどっか近くに置いてるんだよ、多分。もう少し探してみっか。自転車の色とかが分かればな。おはようございます。石野が警察呼んだんじゃなくてリスナーさんが呼んだっていうところまで分かった。リスナーさんが呼んだって、浅井さんから聞いた。浅井さんさっき電話で話した。おはよう。そんな狭い範囲にいない。じゃあ、あのリスナーさんが石野に iPad をプレゼントしてんのよ。その iPad の GPS の住所がここになってんの。だから iPad のありかはここで間違いない。そっとしておいてあげるのもあれなんだけど、動画を見たのよ。さっきその喧嘩になった動画、浅井さんに出てけって言われた。そしたら和道さんと連絡取りたいんで電話かけてくださいよって言ってたから、いや申し訳ねえことしたなと思って。なんで呼んだのかは知らん。リスナーさんが通報したんだよ。まあだから喧嘩怒鳴り合いになってたからでしょ多分。そこの倉庫はなかったね。ここゴミ捨て場だからないでしょ。自転車が分かればな。いや、ここ住宅街だからダメだよ。iPad は別に探さなくていいでしょ。とりあえず安否確認つうか、どうにかなるんだったらいいんだけどね、放送開いて。石野ってさ、あの、この時間放送やるよね。だからそろそろ起きて放送するんだろうけど、放送始まったら別に俺も安心なんだけどね。いやだから家の近所に置いてんでしょ iPad を。俺の家すぐ近くだよ。歩いて15分ぐらい。連絡取れねえかんな。バンなのかな。いやバンではないと思うけど。建物の屋上は東京はね入れないの。この辺は屋上には行けないの。その屋上入れたとしたらもし自殺とかになっちゃうから、そうセキュリティ厳しいんだ。だから屋上とか簡単に入れないし、一瞬はそういうことやんない。どうなんだろうね。俺だったら満喫かなんかに泊まるけど、この辺満喫ないんだけどな。だからね、多分ね、荷物だけ置いて自転車で体一つで満喫とか泊まってんだと思うんだよね。俺の予想。貸してるのかあげたのかわかんない。知らん。とにかくね、顔見たら安心なんだけど。対策打てるから。なんかこのままじゃただね、前と同じでホームレスに戻っちゃうだけだから。コーヒー買ってもいい？コンビニで。コーヒー買います。ちょっと映像落ちるね。おはよう。あ、もしよかったらアイテムください。お願いします。
お願いします。袋いらないです。探してどうする？探してどうする？いや、わかんねえな、どうするかは。どうするかはわかんねえわ、正直。考えてねえわ。ただ心配なだけだけど。そうそう、前一緒に住んでたよ。アイテムありがとうございます。西野いなくなった。ピーピー、俺の家には来た形跡はないね。ありがとう。警察行く？警察署行く？この辺だと何警察署になるんだろう。どれくらいかかるかな、わかんねえな。浅井さんと揉めたの、そう。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。そう、浅井さんに出てけって言われて、昨日の夕方出てったんだって。解けねえよな。フルネームわかるよ。だって石の本名だもん。私は小手半じゃないもん。リスナーに叩かれてるから出てけっていうのはちょっとよくわかんねえな。どうしよう。家賃は払ってなかったと思うよ。出
事は配信業。金魚ありがとう。なんで喧嘩したの？いや、浅井さん急に出てけって言ったの、石野に。さっき動画確認したんだけど。で、石野がぶち切れて、知恵遅れのクソババアとか暴言吐いて、で、失踪しちゃったんだよね。フォローありがとうございます。とりあえずね、顔見たら安心なんだけど。その前はもう出てけって言い始めたぐらいのは見た。その浅井さんが枠閉じて石野さん出てってくださいっていうのは見た。で、なんでですかって普通に温厚なところは見たよ。今5万ぐらい持ってるんじゃないかっていう話は聞いたね。ただ人の所持金は分かんないよね、やっぱり。おはよう、スーさん。携帯はね、お互い連絡交換してないんですよ。それで LINE をダウンロードしておいてくれって言って、分かりましたって言ってたところなのね。で、DM は送っといた、とりあえず。入ったなぁ。仕遅れのクソババアとか言っちゃったんだよね。で、浅井さんとももう電話はしてる。浅井さんと話したよ。浅井さんとはもう話した。さっき電話したよ。じゃあ歩くか。そうなんだよね。いや、浅井さんも出てった後は知らないらしい。ホテルには泊まってないと思うけどね。ホテルには泊まってないと思う。なんか荷物置いてんのかな。とてもね、野宿するとは思えねえんだよな。荷物どうしたんだろうね。結構な量あったかんね。あれ持って移動は不可能だよ。浅井さんが追い出したのはリスナーのポンプで、俺と石野とは縁を切れって。で、俺も縁切るの浅井さんって聞いたら、和道さんは保留ですって言われた。和道さんは保留ですって。ちょっと荷物ねえな。ないな。公園は2カ所見に行ったけどいなかったね。多分ね、でも昨日雨降ってるっぽいから、多分どっかで暖を取ったと思うんだよな。リスナーを恐喝は知らない。俺は
ちょっとわかんねえな。どうしたらいいんだろう。荷物が見当たんねえ。まあ無理だよな。こんだけ広い東京で一人探せって難しいよな。わかんない、荷物全部追い出したって聞いたよ。全部追い出したって浅井さんからは聞いた。でもいきなり出てけはきついよな、いくらなんでも。なんで浅井さんそんなこと言ったんだろう。32歳は俺ね、一種は30だよ。俺は友達だと思ってるけど、ねえ、3日後に出てけとか明日出てけならまだ準備できるけどさ、いきなり今すぐ出てけはかわいそうだよな、ちょっとな。合鍵誰の？高さんはこつ。ちょっとかわいそうな気はするけど、わかんない、晩になったかどうか全然わかんないよ。だから俺も起きたばっかりだもん。 NTT の近くに屋根があるところにブルーシート買ってきてかければいいよって浅井さんが言った。 NTT ってこの辺にあんのかな。 NTT どこだ、探してみっか。ネカフェだと思うけどね。でもまあね、一応和道と連絡取ってくれって放送で言ってたから、なんか力になれることがあるかもしんないから。 NTT ってなんだ、 NTT 探してみるか。 NTT 初台の方行くよ。じゃあ初台の方行ってみっか。あのでかいビルかな。他の名前言ってた？まあ、NTT の方行ってみようか。あー、わかったわかった、なんとかホールね。行ってみるよ。遠くなるけど。第二庁舎、いやね、あるけど第二庁舎の方行ったよ。でも荷物なかったね。 NTT じゃないの、オペラシティだろうね多分ね。向こうの方いないと思うよ。でもどうする、第二庁舎の方行く。じゃあ第二庁舎の方行きますよ。いや、それがね、DM 来てないんだよね。はぁ、入ったね。荷物ない。荷物結構多かったかな。段ボール3箱ぐらい。だから詰める余裕なかったから、ビニール袋に詰めてたんだよ。荷物見当たんねえな、ちょっとねえ。結構あったよね。どうやって持ってったんだろうね、全然わかんない。だからどこにいるかもわかんねえから、風船2個アイテムありがとう。おー、あんまり動けないから身一つで多分雨しのいだんだと思うんだよね。曲がってる？
姿見まで。姿に、いや、この枠からだよ。この枠から姿に。西野は実家に帰らないのはヒッピーだからだよ。浅井さんをネタにしたわけじゃないよねって。何、龍一さん、あの失礼な発言やめた方がいいよ、うん、本当に。何にも知らないのに勝手に決めつけるのは良くないよ。普通に質問しなよ。姿見？ほーん。どこにいるんだろうな。いや、浅井さんは空き缶拾いに行った。さっき連絡ついてる、浅井さんは。6時かな。いや、12時間前。探してどうするか、会ってから決めるよ。おはよう、コンペイトーさん。何ができるかわかんねえもん、何で困ってるのか。いきなりその友人をどうにかするっていうのは俺は良くねえと思うけどな。だから分かんねえっつってんじゃん。参ったな。ああ、そうだね。車でどっか移動したのかもしんないよね。お疲れ様です。猛烈なベインさん。ハートありがとう。自宅で待つ？多分ね、このまま探しても見つかんねえと思うわ。自宅で待つか。どう？放送見てたら多分連絡 DM くれると思うんだよね、コメントか。あんまりね、探しても良くねえだろうから、死んでねえことを祈って家で雑談やるか。一旦帰るわ。ちょっとわかんねえわ、広すぎる。うん。かわいそうに。見つかるまで探そう。見つかんねえと思うぞ、東京すげえ広いんだから。うん、じゃあ一旦家に帰るか。そうだね。まあまあ、でもうん、どうなんだろう、ちょっと心配だよ。とにかく心配だよね。一旦帰るか。とりあえずぐるっと心当たりある場所は回ったからさ。見つかるまでっつってもさ、どこにいんのかわかんねえもん。リヒトいらっしゃい。いや、俺は起きたばっかりだからさ、寝起きでいきなりリスナーさんに昨日大変だったぞって言われたから。浅井さんはなんで追い出したのかは、だからリスナーさんにもう縁切れって言われたからだって。
当てがある2カ所は行ってみたけどダメだったね、うん、お疲れ様。連絡待つか家で。もうそろそろ起きる頃だと思うんだよな。金は持ってるって噂だから大丈夫だとは思うけど、一応メールは送ったし大丈夫だろう。発症した行った行ったで田中さんに聞いたら、いや一生見てないよって言われた。知らんって、東京のさ、こういう道ってよくない？俺ワクワクするんだけど、こういう細い道ワクワクしない？こういうところ歩いてみたくなるんだよね。なんか東京ってね、細い道があるんだよ。うん。細い道が。裏路地、そう。なんでこんなところあるんだっていう。行ってみる、歩いてみる、歩いてみる。なんかね、すげえワクワクするんだよね。新宿にもいっぱいあるんだよ、ああいうの。あ、歩いてみる。配信しないと稼げないって、俺配信が仕事なんだけど。行ってみようか。なんかありそうな気がするんだよね。歩いてみよう。おはよう。いや、人がいるからやめよう。あ、すいません。人がいるからやめよう。お友達？ああ、医師の？うん。コミュ障だから。人がいるところ苦手なんだ。まあ配信はつけるだろうね、多分。東京もう寒い。今日 T シャツ1枚肌寒いよ。秋まぶや。マブヤ沖縄だからね、沖縄まだあったかいんだろうね。ここに出るんだ。裏路地知ったわ。あ、ここに出るんだ。そうだね、歩いてるとまあ大丈夫だけど、過ごしやすいよ。過ごしやすい。多分ね、満喫にいると思う。満喫かネカフェだと思うな。まあね、もしね、浅井さんと何かしらの約束を破ったっていう話だったらさ、それはね、俺らが立つする問題じゃないとは思うけど、いきなりだからさ、俺もね、浅井さんから詳しく聞いてねえからわかんないけど、浅井さんが言うには、リスナーさんからのポンプで、で、配信見てたリスナーさんも同じこと言ってたから、なんかポンプ入れられて、石野と縁切れってなって、急に放送閉じた瞬間に出てってくださいって叫んだっていう。うん、石野はネカフェか ビデオ個室だと思うよ。金はあるって言ってたから。連絡待つか、浅井さんの。いや、あのね、東京は教えてくんない。誰々言いませんかっつっても
高級ホテルからバスローブ着て出てきたら引っ叩くよね。うん、叫んではなかったんだ。このエリア近所、近所にリスナーさんいっぱいいるよ。そりゃそうでしょ、だって数万人見てんだから俺の放送。ご近所さんいっぱいいますよ。新宿にはいそう。どうだろうね。浅井さんの力を使ってリスナーに金をせびってた。何それ。ちょっとね、ごめんね、リスナーさん一生見つからないで申し訳ねえ。まあそう言ってたね。まあ、俺とも縁切るっつったから、ちょっと今回の件は俺は浅井さんに対して不信感はあるかな。風船ありがとう。おはよう麦さん、アイテムありがとう。じゃあ一旦家に帰ったら家雑やりますんで、もしよかったらフォローしてください。すいません、たくさんの方見ていただいて。次枠受枠でやります。いや、見つかればいいかなっていうのあったけどね、タックね。橋の下にいるんじゃねえかって思ってたから、俺は。家雑やります。じゃあ、もしよかったらフォローしてください。次役やるんで。ちょっとわかんなかったね。お疲れ様、あゆちゃん。ありがとう、みのりんハート。家雑ぜひ来てください。フォローよろしくお願いします。ちょっと石野の連絡待ちましょう。 DM を。お疲れ様、バーガーありがとう。ん、放送禁止、飲酒禁止を破った。はあ、リスナーにアイテム過剰要求して。そんなこと言ってなかったけどな。ちょっとそれは次枠で聞かせて。次枠で。じゃあお疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。